バカ者、反応が遅いぞ。常に相手より一手先二手先を考えろと言うただろう。いいか、力のないお前がまともな刀を持った相手と打ち合えると思うな。お前の目的は敵を倒すことではない、姫をお守りすることなのだからな。今日教えたことを忘れるでないぞ。俺もずっとつきっきりで教えてやれるわけではないのだからな。ところで、昨日会った他の棟梁たちの印象はどうだ。この先うまくやっていきそうかの。まあそうだろうな。鬼同士の付き合いの秘訣は至極単純だ。当然のことを守っておれば問題はない。交わしたい約束をきちんと守る。嘘を言ったり相手を欺いたりしない。それだけだ。おい、お嬢、姫から何やら頼み事があるようなのじゃが、言ってあげてくれるかね。来てくれたのね。頼みというのは他でもないわ。今日来客があるという話をしたでしょ。これからその客を出迎えに行ってほしいの。まだわからないわ。今日来るというのはわかっているのだけど。それではダメなの。他の棟梁たちに気づかれないとも限らないし、無理に結界を通ろうとしたら他の棟梁たちもさすがに異変に気づいてしまうかもしれないわ。他の棟梁たちに気づかれてしまったら今回の話は台無しになってしまうの。だからあなたに頼んでいるのよ。何も言わず、私に従って、お願い。頼んだわよ。
今日広間に集まっていた棟梁の誰かが人間が引き起こした騒乱に巻き込まれて、そのまま命を落とすという夢だったわ。しかもそう遠くないうちに。おやおやおや、痩せのお姫様の危機を察知して護衛に馳せ参じたってところかな。おとなしくカルタでもして遊んでるか、手まりや人形を相手にしてればいいのにね。刀で刺し殺したとか、鉄砲で撃ち殺したとでも答えてほしいのかな。残念ながら殺してはいないよ。まあそうしたら喜ぶ鬼は山ほどいるけど、それじゃあ面白くもなんともないしね。ただもしかしたらこのままずっと目を覚まさず哀れ即身仏にってことになるかもしれないけど、面白い冗談言うよね、お前。そこでもし、わかりましたって、あっさり引き渡したら、俺、何のためにこんなところまで来たのかわからないじゃない。ま、少し遊んであげてもいいかな。多少なら時間もあるしね。残念でした。どうやっても俺を倒して姫を助け出すことなんてできそうにないね。さあ、どうする？勢いをつければ届くとでも思っているのかな？
やってくれるじゃない。見ての通りだよ。それとも鬼が痩せ姫に牢石を働くなんてありえないとでも思ってた？その質問に答えてあげる義理はないな。どうしても知りたいって言うなら自力で聞き出してみたら？あれあれ、不思議だな。俺は指一本動かしてないのに、どう？なんだ、もう諦めちゃったの？それとも今のはどういう攻撃だったのか、ちっぽけな脳みそで必死に考えてる？いいね、いいね。正義貪欲なギラギラした瞳、罠にかかって死ぬ寸前のネズミそのものだね。いい格好だよ、ちょこまか鬱陶しい小ネズミちゃん。このまま喉笛をざっくり切り裂いちゃおうか。塞がるのに時間がかかりそうな深い傷をいくつもつけて、とことん苦しんでから死んでもらうっていうのも悪くはないかな。どう思う？深い傷をいくつもつけてやるとか、そりゃ面白そうだ。で、その傷とやらを受けるのは、もちろんてめえなんだよな。たく、こういう鬱陶しい連中が入ってこれねえように結界が張られてるはずなんだけどな。ま、ネズミやカラスってのはどれだけ対策を立てても入り込んじまうもんだし、しょうがねえか。やれやれ、ぞろぞろ群れるしか能がないお仲間が駆けつけてきたか。群れるしか能がねえだと。何も知らねえってのは幸せだな。その言葉、死ぬほど後悔させてからあの世に送ってやるぜ。
こいつはめったに鞘から抜かねえことにしてるんだ。どうしてかわかるか？力加減を間違っちまうと確実に殺しちまうからだよ！つあなんだと？まさか！そんなことできるはずねえだろ。さあどうだろうね。信じるも信じないもお前次第だけど。くそ。へえ、なかなかやるじゃない。それじゃあこれはどうかな。この なんだかわからねえけど、形勢逆転って感じか？おじよ、先ほどから騒がしいようだが何かあったのか？やれやれ、本当に無粋な連中だよね。せっかく面白くなりそうだったのにさ。まあいいや、今日ここに来た目的はほぼ果たせたしね。そろそろ失礼させてもらうよ。何言ってやがる。見逃してやるとでも思ってるのか？悪いが、俺たちはそこまで親切じゃねえぜ。おっと、ちくしゃ、どうなってんだ。
それじゃあまたね。ゾロゾロ群れるしか能がない愚鈍で無知無能な現十騎衆の皆さん。待ちやがれてめえ。お嬢、人を呼んでくる。待っておれ。その間、姫を頼む。お嬢、大丈夫じゃ。わしらに任せて手を離すのじゃ。そんなにしがみついておっては姫を布団に運ぶこともできんぞい。それにお嬢も怪我をしておるようだ。